犬の夫婦に実は食べれるんです、この花が。久しぶりの朝マックだ。いただきます。埼玉県並びに寄居町をよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。こんにちは。はい、で、ここに500円チケットが入ってるんで、キッチンカーで使います。はい、取りました。こちらで生でお願いします。こんにちは。久しぶり。これだとこれじゃ入んないか。これは厳しい。あ、これこのまま入りますよね。ここのよくあの飛び出ないように、はい、この場合はもうこれしてないので、はい、そのまま閉まりますよね。はい、閉まります。そう、閉まりますね。いいですね。あ、風で倒れないっていうのがいいですよね。風が抜けてくから。そうですよね。はいはい。ああ、なるほど。じゃあこれ一つください。はい、ありがとうございます。木工の人たちは木の妖精って作ったもの。はい。これをちょっとどっかに。わかりました。これ木の妖精なんですね。ありがとうございます。群生してる野草があるので、向こうの方からこっちに戻ってくるような形で、採取。行こうかなって思ってますので、よろしくお願いします。箱根って言って、茹でて食べると、ほうれん草みたいな感じで、癖がなくて、すごい美味しいです。夏とか秋になるとどうなるんですか？夏になるとすごい大きくなって、もうね、すじまっちゃって、もう飲み込めません。こんな可愛らしいお花。種を入れると、辛くなるとみんな知ってますよね。でも入れちゃいましょうやるにはちょうど
今日は2品作らせていただきました、うん、ペペロンチーノとあの野草の炒め物、うん、あの味の方はどうでしたか？大変美味しかったです。ということで、あのその辺の草を食べる会はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、いただきます。まあ、あのチャリティーなんで基本的にはもう全部100円からいきますから、100円からなんで築地の競り方式でいいんですか？そう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 、こうやって分かんないけど、ね、俺も分かんないんだけど説明してもらっていい？これあのほらクーラーボックスの置けるやつね。ロゴス、あ多分ね、これロゴス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 今流行りのキャンプコンテナボックス、クーラーボックス乗けたりポタデンだっていいよね。ポタデンもいいね。三脚みたいになってるの、重量物乗せられるやつ。これでもさ、リキさんに似合うよね。だろ、うん、さあ行きますよ。100円から500円、500円、1000円、1100円、1300円、1300円、落札。上げた、1300円、落札。俺の声って聞こえた？落札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 。早っ。6000円、はい。まあまあ。わあ。怖い怖い。痛い痛い。誰だ。誰だ。誰だ。おい。誰だ。忘れねえぞ。はい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 。ジンスケン、こんな軽いから、おいしい、おいしいね。
これ地面色変わってんの全部あれ結露であれですか。あのちょっとねオークションではしゃぎすぎちゃった。ではぼちぼちラジオ体操始めていきたいと思います。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1 2 3 4 5。小鉢か商店って書いてあった。パン粉はそれでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。